首位と主意の国境2005年撮影首位はブラジルのリオグランデドする州の地方自治体国境の町であり姉妹都市の主意と同じ名前を持つ首位と主意は一つの都市的地域を構成しその間には国際通りという通りがあり国境の役割を果たすこれはブラジル領サンタナドリブラメントとウルグアイ領 リベラの間の国境など他の国境地帯でも見られるものである。元はサンタビトリアドパルマルという自治体にある村であったが1997年に分離してブラジル最南部の自治体になった。なお、周囲側の大西洋への出口近くにあるブラジル最南端自体は分離以降もサンタビトリアドパルマルに止まった。周囲と同様に極点に位置するブラジルの地方自治体には 西のマンシより今、東のジョアンペソア、北のウイラムタがある。町名の首位は街を流れる首位側が由来となっており、ブラジルポルトガル語の肝陽区ドゥオイオポークアオ、注意にも現れている。この肝陽区は、親ポキ加工がブラジル最北端、首位河口がブラジル最南端という考えに基づくものであったが、両加工はあくまでもブラジル海岸線の最北端と最南端であり、 陸も含むと極点にはなっていない。慣用区の意味は全国である。首位ではパレスチナ系ブラジル人も居住している。ありがとうございます。